あなたに6個の質問。はいはいくつ？降水確率 50% でも傘は持っていかない。公園のゴミはついつい拾って捨てる。人と同じことをしなくても平気。定期的に献血をしている。臓器提供の意思表示をしている。今すぐにでも人の役に立ちたい。はいが4つ以上だったあなた、骨髄バンクのドナーに登録しませんか？ドナー登録しているのは100人に1人。骨髄を提供した方は先ほどの質問の多くにはいと答えています。僕のちょっとの負担だけでその人一人の人生が大きく救われるんだったら、もうやらない意味っていうのがないかなっていうふうに、誰かを助けたいっていう気持ちが少しでもあるんだったら迷わずその一歩を踏み出してほしいなっていうふうに思います。ほぼ外に出れずにずっと入院生活をしてらっしゃる方もいて、勇気を持って行動してもらえる方が一人でも多くいていただけたら嬉しいなと思います。登録後すぐにドナーに選ばれる可能性があります。あなたの一歩が大きな希望につながります。